はい、ともれです。今回ですね、まあ、こちらの、まあ、グランドパーティー、第6回、の、3戦目ですね、やっていきたいんですけれども、まあ、今回ちょっと波、まあ、九段のところを波にちょっと変えてね、波がどれぐらい使えるのかっていうのを、まあ、ちょっと見ていきたいなと、まあ、地属性耐性といいますか、地属性対策としてちょっと使っていきたいなとは思ってますかね。まあ性能としては悪くないんですよ。相手が地属性であればこういう玉もできますし、まあこちら自由タイプであれば速度だったり回復アップ体力アップもできますし、まあ悪くない性能ではあるのかなと。まああれですが、ちょっとこの必殺はちょっと微妙なんですよね。最近使ってて、このランダムダメージっていうのがそんなに効いてくれない。うん、まあ3000とかランダムダメージって書いてありますけど、あんまりね、がっつりダメージ与えたことあんまりないんですよ。まあ、なのでちょっと微妙かなっていう、まあ、ところにはなってますので、まあそこぐらいですかね。うん、まあ能力としては悪くないかなと。まあ対地属性パなのであれば、まあ悪くないと思いますので、まあちょっとこれでやっていきつつ、うん、九段にするか波にするかっていうのを考えていきたいなとは思ってます。まあ一応こう見た感じですけど、まあ編成としてはね、前回と変わっていないかなと。まあ九段のところを波にしたよっていうだけかなと思ってますので、まあちょっとやっていきたいなと思っております。ということで、早速やっていきましょう。まあということでね、こちらの方とやっていきましょう。まあ編成としてはこんな感じの、編成でいこうかなと思ってますかね。まあ早速いきましょう。まあ対地属性といいますか、地属性パーであればまあここは勝てるんじゃないかなとは踏んでいるんですけど、負けたらごめんなさい総戦力差が結構あるんですよね。まあここでどう生かしてくれるかっていうところになってくるんですけれども、さあ頼むぞ、勝ってくれよここは。うん、さあお願いしますと。さあ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 、まあこちらの火力は結構いってくれるとは思うんですけど、うん、あーまあ、うん、まあまあだなあんまりがっつりとダメージ与えてくれないな。まあここは様子見つかね一旦。さあまあ必殺技発動が鍵となってくるかなと。おっと、先に必殺打ってくる。だが大丈夫。さあここでして半減していく。さあ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 、ここでキッドの必殺発動されればこっちのもんかな。もうおドルトンね、このドルトン欲しいんだよな。ワード属性パーちょっと入れたいっていうのはあるんだよな。火力結構出してくれるので、さあキッドでここを削っていく。ドン、おっとあんまり削れない、なんだってんださあトットムジカここで削っていただきたい。まあ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 いいでしょう。でドフラミンゴで削っていく。はいはいはい、悪くない悪くない、徐々に削っていこう。とりあえずさあここで、いやペルーも欲しいんだよな。ペルー強いんだよなこれ。うん、さあここでカイドウで削る。はいはいはい、悪くないですね。さああとはまた様子見。まあ結構相手の耐久性があるな。技属性耐久力高えな。うん、まあこちらもそこそこ高くはなっているんですけど、まあ相手の耐久性も結構高いんじゃないかこれ。30とかだもんな、結構高いよな。さあここでモリアで捨て半減させつつですね、固定ダメージ与えていく。さあここで、必殺溜まっているのでちょっと削っていきたいですね。ちょっと時間がまずい。でドフラミンゴ早く倒さないとな。時間が経てば経つほどこのドフラミンゴは強くなってしまう。さあここで来たね、参戦してくる。ここでキット使ってゾドゾドゾーンですよドドドドドドン、はい来ました、ドドドドドン来ます、ドン、オッケー悪くない。さあここで、うわドフラミンゴ、ドフラミンゴが来てる、まずい、ちょっとまずい。おっとそれまずいよ。さあここでちょっと待って、ドフラミンゴの嫌だな、それ嫌だな、ドフラミンゴだけ。封じ強、そんなに封じかける全員に、やばい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 、こっちの必殺打たないとまずいと。ちょっと待って待って待って、一旦様子見るよ。ちょっと待って待って、大丈夫大丈夫、相手はまだ必殺溜まってないはず。やばい、ドフラミンゴ溜まってたか、耐えるよ、 OK 耐えた。あとはこっちが削ってくれれば。来た、頼む、ウタ倒せ、ウタ倒せ、オッケー、あと2体いけるか、カイドウ、オッケー、あと1体クイーンいけるか。さあオッケー、あぶね、ギリ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 の戦い。相手の耐久力高かったな、9秒で。さあここでいきましょうか。ここで波がどう来るかっていうところになってくるんですけど、
ナミ頼むよ。いやでもね、やっぱ優遇されてる分勝てる気はしないんだよなあんまり。うん、ナミがどう生きてくれるかっていうところに、まあ、鍵になってくるかなと思ってますので、ナミがねしっかり、まあ、相手にデバフはかけてるんですけど、ちょっとねどうなるかわからないところでありますね。さあ、はいはい、うわ結構火力差があるか、これ見た感じ火力差ありそうですね。さあさあさあ、でもまた先にな、多分膝打たれちゃうんだよなこれな。いいでしょう、まあ一旦いいでしょう。うわ捨て半減やめてほしいわ。さあここでヤマト削って倒してくれ。まあ捨て半減されてるからか。いやちょっと火力足りねえな、相手が強いな。やっぱこれなかなかこの、いや難しいな、太一どうしようかな。固定ダメージでやっぱ削っていくしかないのかな、その場合は。ってなるとやっぱ九山必要になってくるんだよな、ちょっとね。うん、やめてやめろ。うわーうわー、波の必殺技使う前にやるなんて、もそんなひどいことすんなよって。おい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 、そんなひどいことすんなって。いやーヤマトな、ヤマトのな火力があんなもんしか出なかったのがちょっとがっかりだったな。うん、いやモリアの捨て半減もあったしねさっきね。まあまあいいでしょう、とりあえずここはいいわ。うん、まあ本当はねこの心属性、今回心属性のあれなんですけど、ちょっと厳しかったね。いやあそこクザの方がやっぱいいのかな、波より。うん、やっぱちょっとした火力下げてもね大して変わんないんだよねやっぱり。まあなのでちょっとあそこは、うん、変えた方がいいかもね。うん、さああとは行きましょうか。まあクザンで固定ダメージキャラを多くして、あの耐久性をちょっと崩していく、うん、の方がいいかな見た感じ。さああとはこちらが削っちゃいましょう。うん、まあドフラミンゴの必殺技が発動されればこっちのもんかな、とりあえず。さあ来ました、ドフラミンゴ。おっと先に相手が食ってくる。さあ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 、ここでドフラミンゴ打ちます。うう、悪くない悪くない、いい感じに削れてくれてるよ。うん、さあ、うわしびれやだな。さあ、おー早いな、やっぱ野心タイプだから結構溜まるの早いんだな。さあここで黒ひげきた、いいね、これで OK。 35% 削る、さ、いやすごいね、 35% 削ってからの固定ダメージ2000だからね、強いなやっぱり。さあキットで削って倒す、あと4体ですね。はい、ペロスペロ継続ダメージ、どんどんどんと継続ダメージでどんどんどんと。でもここで使っちゃいましょう GP 戦の、バイバイすまんねすまんね、バイバイしちゃうわ。オッケー、強すぎる。いやすごくね、4000の固定ダメージ3回って、2体に3回だからね、えげつないよね。やっぱ1回しかやっぱ使えないけど、1回使った勝負では勝てるよねやっぱりこの歌の、GP 戦のは。まあというところで、とりあえずは勝ちましたかね。はい、まあなかなか厳しい戦いではあったんですけど、やっぱりね今回の鍵になってくるのは、まあ相手がその地属性、地属性対パーティーねの場合に、こちらがまあ心属性とか出していかにその地属性パーを倒せるかっていうところが鍵になってくると思いますので、まあ今後もちょっと確認といいますかね、編成を見返しつつね、まあ、対地属性の編成を考えていきたいんだとは思っております。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。